次の、椿、真っ赤と誰を残留させたところでダメージがでかすぎる FA 宣言をされた24年目やっていきます。マジでやばい。そんな今年は豪雨、春山、岡上、奥井を自由契約に、引退した戸籍が守備走塁コーチに就任。今年は投手が豊作。ただ最近投手指名しまくってるから欲しいのは野手。前世は松葉。九州多めの社会人投手の亀山を指名。ああ、競合しちゃった。当たるんかい。2位で大卒外野手の広橋。3位で高卒ショートの広い。4位で大卒捕手の山賀。5位で高卒外野手の小瀬を指名してドラフト終了。FA では長打力減を危惧して真っ赤と残留交渉。3年15億で残留。杉野が DeNA、椿が阪神に移籍、保証は金銭。引退した戸籍が永久欠番になったらしい。っていうか、お籍って読むんだ、初めて知った。最初誰だかわからんかった。池永、西脇を留学に行かせてオフシーズン終了。注目選手はなぜか全然振るわない和田と長打打てる正捕手候補足の。杉野の抜けた先発となかなか決まらない正捕手事情なので活躍してくれたら相当ありがたい。達成されそうな記録はここら辺。笹田、篠といったベテラン中継ぎの登板数がすごいことになってきた。1000とか言ってほしいけど衰退期だからきつそう。杉野が FA した先発は住友を開幕投手に。いくら、和田といった期待してるけど活躍できてない選手たちが2軍にもいるので競争。中継ぎはドラ1亀山を起用。最近毎年中継ぎが開幕1軍にいる気がする。なのにベテランが多い、不思議だなぁ。野手は結構変わってきた。ただ若手はみんなミートが低いので多分ダメそう。ということでシーズン終了、71勝66敗で2位。注目選手の結果は和田が今年も微妙、芦野は結構期待通りの活躍。和田は何がダメなんだろ。今年は谷本が最多勝、戸澤が5年ぶりの2桁勝利で初の規定到達。年齢かぶってるのよろしくないですね。中継ぎは今年も決まらない抑え、木崎がどっか行きました。笹田、篠以外が本当に安定しないですね、困った。野手は塩谷がトリプルスリー、友井がついに活躍、真っ赤が51本と明るい材料を埋め。長谷川のホームラン数が安定しないのとランドールが振るわなくてファーストが穴なのが気になる。1位亀山、一発四球どっちも持ってるのはやめてほしい。球速の割に投球スタイルは強気らしい。2位広橋、ミート F の粘り打ち勝投手番と丸の信用のなさ。ただそんなミートは15伸びたので期待はできそう。
3位広い、こっちもミートが10ぐらい伸びた。これは次期ショート最有力の楽しみな選手。4位山が、パワーが15伸びて早くも B に到達。DH 起用も全然ありなぐらい長打不足ではある。5位古瀬、野手で唯一基礎が全然伸びなかった。記録は今年の全員達成。なんかこのコーナー虚無だから変化が欲しい。最初いいと思ったけど物足りなくなってきた。1年目の23年ドラに戸籍が引退、3000安打760盗塁。通算はやばいけど2割台で首位打者だったり200安打打って最多安打逃したりと謎もある。これ1000盗塁とかどうやったらいけるんだろ。あとは30年ドラに滑川、32年ドラに豪、32年ドラ3春山が引退したので成績だけ乗っけておきます。今年で23年ドラフトが全員引退、金本、戸籍、室伏の上位指名が完璧だった。それでも下位指名が振るわなかったので点数は 3.16 点。去年の24年ドラフトの3点を抜いて1位。意外とこれぐらいで収束するかもですね。それと軽く米返し。絶賛迷い中です。需要あるならやるかもだけど今のとこ前向きじゃないです。といったところでまた次回。ご視聴ありがとうございました。